はい、こんにちは、ゆずきです。今日は韓国で大人気、しかもコスパもいい、そして大人気のコスメを紹介していきたいと思います。私が実際に愛用しているビジャフェイシャルフォーム、カヤオイルを配合していて、どんな肌でもすごいいいっていうものなんですよね。毛穴の汚れとか皮脂汚れを洗い流してくれる洗顔フォームなんですけど、香りもとってもいい匂いで、お風呂上がりすっごいさっぱりするっていう効果があります。これもイニスフリーさんのスーパー火山ソンイポアマスク、スーパー火山ソンイポアマスクっていうマスクなんですけど、このマスク、あの泥パックみたいなものなんですけど、開けるとこんな感じで、はい、これは泥パックみたいに本当にこう塗ってもらって洗い流すんですけど、洗い流す際がこれ塗って乾いたら洗い流す、洗い流した後がもうさっぱり、めっちゃさっぱりするので、これはすごいおすすめですね。私結構敏感肌なんですけど全然大丈夫でした。洗った後のさっぱり感をぜひ感じていただきたいなって思います。イニスフリーのパウダーです。ちっちゃいコンパクトなのにこういうパフがついてて、はい、粉状のものがあります。肌のテカリとかをマットにしてくれる効果があって、化粧した後に上からこうつけるだけでもマットな顔に仕上げてくれるものです。今のパフ状のものを手に取って髪の毛にこうなじませると髪がサラサラする効果もできるので、お風呂上がりとかもつけても全然大丈夫なコスメです。次はシカペア。乾燥肌、敏感肌の人にもすごいおすすめなんですけど、これすごい香りもさっぱりとした香りで、つけるとちょっと緑っぽい、手になじませるとすごいサラサラで、しかもすっごいいい匂い、さっぱりする匂いです。すっごいいい、このシカペアの香りが好きな人も絶対いると思うのでぜひおすすめです。これはグリーンティーミスト。化粧した後にその上から顔にってかけるとベタつかないで香りもよくって、化粧崩れを防止してくれる、保湿効果もいいのでぜひすごいおすすめです。今の全部敏感肌、乾燥肌の方にも適しているので、ぜひ使ってみてください。実際私も敏感肌なんですけど全然使えるので皆さん試してください。今日もご視聴ありがとうございます。 YouTube チャンネル登録お願いします。